秀和工業株式会社です。今回はタイの市場は初めてなんですけれども、もともと化合物のこのようなウェハーを検索して研磨する技術をコアの技術として持っております。今後はタイの自動車業界、半導体業界についてどんどん拡販をしていきたいと思っています。今回メタレックスが初めてなので、実りの多い展示会になればいいなと思っております。